い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望ではないですね、ハーツオブアイアン4現代モッド日本プレイの続きをやっていきたいと思います。で、前回はですね、ちょっと戦略がグラグラと、ブレているというところはあるんですが、とりあえず空母の建造のために研究枠を使って空母の研究を始めましたというところをお届けしたと思います。今回はその続きですね。ちょっと皆さんからのご意見とかコメントとかツイッターの方にお寄せいただいている内容を見る限り、台湾取っちゃった方がいいんじゃないのというね、お話はいただいているので、台湾を取るかどうかっていうのは少し戦略面を考える上では検討する必要があるかなというふうに思っています。で、じゃあ、台湾に対して、どういう体制で臨むかというとですね、仮に台湾を侵略目標に加えるんであれば、台湾に対してまずは外交交渉をしなきゃいけないんですけど、これ見ると台湾の独立はアメリカによって保障されてるんですよ。で、これアメリカとことを構えるつもりで台湾を抑えに行くっていうのは少しリスクがあるかなというふうに思ってますんで、ちょっとね、今回は一旦は台湾に関しては何かしらの外交的な圧力をかけずに、このままプレノは続けていきたいというふうに思っています。あともう一つですね、コメントの方いただいているんですけども、今生産のラインに乗っているのが、航空系のラインの話を今からします。まずが一つ、戦略爆撃機、それに攻撃機ですね。で、攻撃機っていうのは主に敵の戦艦、水上戦力ですね、敵の軍艦に対して攻撃を仕掛けるものになるんですけども、これだけだとせっかく作ってる戦略爆撃機が生きてこないですよというところの話を視聴者の方からいただいているので、今回はですね、戦闘機ですね、至って普通の戦闘機、これを作っておいて、戦略爆撃機を、ね、うまく活用していきたいなというふうに思っています。で、今、作れる戦闘機でいうと、この三菱の F2 第 4.5 世代のマルチロール機、これがいわゆる戦闘機扱いになってますので、これをね、ちょっと今回建造に加えていきましょう。で、そうするとですね、実は工場が足りなくなっちゃうんですね、軍需工場が。なので、どこからか軍需工場を1個引っぺがさなきゃいけないんですが、どこを引っぺがすかというと、どうでしょうね、今引っぺがせるとすれば、やっぱりこの歩兵装備になっちゃうのかな。ではちょっとこの歩兵装備をね、一つ減らしましょう。で、この余ったというかね、引っぺがしたものを使って戦闘機、これの製造に着手していきます。で、研究枠の方なんですが、空母を1個作った後ですね、今支援火器を入れていたのが作り終わりましたので、この後どこに向かうかなんですが、空中爆撃武器に進むのか、それともこの辺りの、暗視装備系を作っていくのか、ちょっと悩ましいところですね。少しちゃんと見ていきましょう。まずは空中爆撃武器、これは歩兵装備のアップグレードになりますね。対人攻撃力がプラス 5%、 歩兵対しての攻撃力がプラス 5% ですね。で、続いてなんですけども、レッドドットサイト、これ対人攻撃力がプラス 2% か。これどうなんでしょうね。研究に要する日数は110日と、さっき見てもらった空中爆撃攻撃機攻撃機じゃないですね、空中爆撃装備に比べると若干短いんですが、得られる効果がちょっと薄いかな。で、レーザーサイトも同じかな。陸上の夜間戦闘の補正がプラス 5% 効いてくるのは大きいけど、どうでしょうね、ちょっと悩ましいところですかね。で、あとは続いてというところで言うと、これかな、支援火器、これもいいよね、いいよねっていうのは欲しいよねっていう意味で、プレイソルダーか。防御突破がプラス 5% ずつつくんですね。これはちょっと検討したいな。で、続いて
暗視装置、陸上夜間戦闘補正がプラス 15%。 これは146日かかるんだな。時代としてはそんなに進んでいないものにはなっているはずなんですが。で、個人防御火器、これ対人攻撃力がプラス 10% ついてきますね。あとは防弾ベスト、うん、これ防御力が上がりますと。あとはマルチカム迷彩、これもプラス 2% ずつついていきますね。で、軍用トラックはもう終了してますと。で、支援中隊なんですけど、今全部1はついているので、支援中隊を入れるんだったら、どの支援中隊を強化していくかっていうところが、まあ、ポイントになってくるところなんですけども、まあ、工兵、あとは偵察兵、それに MP。 どうしてもね、 MP って聞くと全然違う話になっちゃうんですが、マッサージパーラー、今は亡きナタリーを思い出しちゃうんですよね。詳しくはツイッターの方とかで見ていただければと思うんですけど、僕タイの方にね、しょっちゅう遊びに行くのが趣味になってるんですが、マッサージパーラー、うん、ちなみにゴールデンウィーク後半はタイに遊びに行きますんで、興味ある方いらっしゃればツイッターの方を覗いていただければと思いますが、まあ、その MP と、あとは整備兵ですね。で、これは野戦病院で補給兵がついて、通信兵かな、そうですね、このあたりがついてくるという内容になります。だからこの増援確率プラス 2% はちょっと惜しいといえば欲しいんだよな。で、今見ていくこの戦車に関しては、もう完全にこの中型の戦車以外は研究する予定はないかなというところですね。幅広に研究していく余力はちょっとないので。で、砲兵に関しては同じような形にはなるんですが、次進めていくんであれば、この改良型対空砲、こっちの方に進んでいければいいかなというふうに思ってます。戦車で敵の陸上部隊と戦って、敵の航空戦力に関してはこの対空砲を使うという基本的な考え方です。で、ドクトリンの方ですね。ドクトリンの方はどこに進むかというところなんですが、今優先火力が入ってるんで、まあ、これはこの後順調にいけば進めていくという形ですね。で、海軍は今だとミサイル巡洋艦を作って、今空母の研究に着手しているので、もし作るんであればアルベになっちゃいましたけど、あれば、コルペット、まあ、駆逐艦ですよね、いわゆる、これをちょっと研究していくかどうかというところですね。で、コルペット艦がどこまで進んでるかというと、コルペットの3月期研究の枠に入っていくんだな。これ73日で作れるんだ、研究としては。これ第一候補になってくるな。あとはドクトリンのところになります。で、戦闘機、ここは今三菱の F2 を研究済みで生産のラインに乗せているので、もし作るんであれば、この第5世代のマルチロール機、戦闘機ですね、 F22 になるかなというふうに思います。いや、この F22 も欲しいよな。コルペットに進むか F22 に進むか、今後のことを考えると、フィリピンを攻略するには制海権制空権ともに欲しいんで、ちょっと陸上装備系、歩兵装備系は一旦見送りにして、コルペットを作るか、あるいはこの第5世代のマルチロールを作るようにするか、ちょっと悩ましいですが、悩ましいですが、コルペットから作ろう。これを作ると2と3を見比べておくと、艦砲火力が2、対空が1.5、行動範囲が2500、まあ、このあたりを見ておくところになりますが、それぞれ基本性能はやっぱり上がってますね。で、作るのに必要な資源としては鉄1変わらないので、これかなりお得なんじゃないかなと思います。じゃあこれをやっていきましょう。では、ちょっとね、長くなっちゃいましたが、ここで時間を進めていきます。この沖縄を拠点にフィリピン近海の制海権制空権を取りに行かなきゃいけないので、艦隊戦力と航空戦力
を充実させておく必要があるんですよね。その後フィリピンってなんか外交上変更があったかどうかというのは確認しておきましょうか。もしここでね、他国から独立保障、特に大国ですね、アメリカ、中国、この辺りから独立保障を受けるとなると戦いづらいんですが、今のところ大丈夫ですね。で、軍需工場、民需工場ではなく軍需工場の方が立ちましたので、これはちょっと見ておくと、歩兵装備、これ更新が8000になってるんで、更新するぐらいだったら全然数が足りていない。こっちの戦闘機、こっちに行きましょう。もうね、タイに行くのが楽しみでしょうがないんですけど、一応今年のゴールデンウィークは、前半はですね、奥さんと上海のディズニーランドの方に今のところ遊びに行く予定になってます。で、それがですね、土曜日から月曜日まで28、29、30の、まあ、2泊3日ですね。で、その後は5月1日国内で過ごして、5月2日からタイに入っていくという状態ですね。まあ、戦略の話をしておくと、フィリピンをどんだけ損害なく、あるいは他国の干渉を受けずに攻略できるかにもよるんですが、その後は、まあ、一気にベトナム、ラオス、カンボジア、この辺りを取りに行くというのもありかなと思いますね。まあ、中国とね、やり合うというのはなかなかに厳しいので、できればね、インドと中国が戦い始めたところを日本軍が吸収するっていうのがね、一番いいかなと思うんですが。では戦争の選挙ですね、結果が来ているのでちょっと見ておきましょう。与党の勝利になっていますと。今ね、安倍さんかなりピンチですけどね。森友問題に家計問題、あとはセクハラに援交とかね、いろいろ起きてますけど、今政治の方では。まあ、あんまりね、政治的な話はいろいろ考えはあるものの、このゲーム上でするのもどうかなと思いますので、まあ、差し控えようかなとは思いますけど。あとはね、前回の総選挙でちょっとお話したかもしれないんですけど、ついに僕の大学の同期、しかも同じ学科、当然知ってるし連絡先も知ってる人間が、ある党からついに国会議員が生まれまして、まさかね、そんな近い人間、しかもかなり若手になるんじゃないかなと思うんですけど、国会議員がね、知り合いに、まあ、友人にって言っていいレベルだと思うんですけど、友人にできるとはちょっと思わなかったですけどね。じゃあまた研究の枠ができましたので見ていきましょう。国家方針が完成したということで、これで追加の研究枠が手に入ったはずです。で、イギリスの貿易投資が入っているので、まあ、これはこのまま普通に受け入れておきましょう。ちょっと今チランと見えたのが、最後まで見れなかったのが残念なんですが、で、続いて国家方針のところなんですが、当初目的としていた追加の研究枠を得たので、今後のアジア戦略の方に進めるために、まずはこの日本の未来を獲得したいんですよね。で、日本の未来の獲得のために、必要になってくるのが、政治思想の討論か、ここからはオアですね、陸上競技学校か海上競技学校のオアです。なんで政治思想の討論は絶対必要で、陸上競技学校か海上競技学校のどっちかが必要というところになります。じゃあまずはこっちにする、サクッとできるんで。政治改革が入ってますからね。効果としては政治力がプラス120されると。今106なのが、これが一気に120伸びるという内容ですね。一方、海上競技学校か、もしくは陸上競技学校かというところに関しては、ちょっと先が長いかなと。まあ、やるんだったら海上計画に進んで、
護衛巡洋艦計画で護衛空母に入った後海上部隊の訓練、この順番で入っていくのがいいかなと思うんですが、まあ、とりあえずは性質の討論を入れておきます。でさらに追加の研究枠を得ているので、この追加の研究枠でさっき先延ばしにした F22 これを作っていきましょう。なんとなく乗っかってきましたね。まあ、あのちょっと皆さんからはね、あの工学系あるいは産業系もっと重点的にやった方がいいんじゃないかとですね、あのアドバイスいただいているんですが、どうしてもね、あの考えが幼稚なのか軍事兵器の方にね目がいってしまうんですよね。まあ、ただいろんなゲームをやっていて、やっぱり内政をねしっかりやっておかないと後々ひどい目に遭う、結果的に攻略に時間がかかるっていうのはもう痛いほどいろんなゲームで経験はしているんですが、それでもなおね懲りずに我が道を進んでいるっていうのもどうかと思うんですけど、まあ、あの皆さん、あのそんな僕を見捨てずにですねアドバイスいただければと思います。本当にねどっかで戦争が起きてくればそこで義勇兵を送っていくんですけどね。まあ、ここで出てますけど北朝鮮の、ね、核開発計画、これもね本当にトランプ大統領と、まあ、北朝鮮の対話次第だとは思うんですが、6月とかで今調整してるんでしたっけ、まあ、いわゆる首脳会談に関しては。もう本当にあの結婚してから新聞をね取らなくなっちゃったんで、どうしても時事関係に疎くなっちゃいましたね。まあ、最近どうなんでしょうね、皆さん新聞取ってるのかどうかわからないんですけど、少なくとももううちは結婚してからは、結婚してマンションを買ってからはもう新聞を取らなくなっちゃったんでね。最新ネタはもっぱらネットニュースっていう、まあ、ただネットニュースもね情報があふれかえっているんで、ある程度信頼のおけるサイト、あるいはそのサイトでも信頼のおける情報の主かどうかっていうのはねちょっと見極めた上で読み込んでいかないと、なんだこれみたいなのもね結構ありますからね。まあ、そのあたりね皆さんも重々承知だとは思うんですけど、じゃあ政治力が溜まってくるので150溜まった時に、次政治力が得られるようなものをちょっと考えておきましょうか。前回はある程度どれにするかっていうのを考えていたものの、結局決めずに終わっちゃいましたもんね。資本主義の見方とかどうなのこれ、微妙だな。保守派、黒シャツね、戦争産業化、これは軍事工場の建設速度がプラス 15%、 造船所がプラス 5%、 これは結構おいしいな。しかもなんかちょっとパッと見麻生さんに見えなくもないっていう横顔ですよね。これ竹明、川村、あとはどうかな、政治力がプラス 10% になる岩尾宇垣さん、インフラ整備士もちょっと欲しいよな。海軍基地がプラス 5% か、造船所なんか欲しいんだよな、どっちかっていうと。お、人気のある傀儡、彼も麻生さんと同じか、結構麻生さんいるな、よく見るとここにもいるしここにもいるし、麻生さんフェイス結構多いですね。国際的な銀行か、工場の生産量がプラス 10% か、この 10% 結構最終的に効いてくるんですよね。ただ今のところは戦争産業化を入れておきますか。政治力がプラスになるようなところもちょっと考えてはおきたいですが、では戦争産業化を入れちゃいましょう。まずね
いや本当にもう皆さんからの、ね、アドバイスだけが頼りでやってるようなところありますからね、僕は。よし、これでまた研究枠がいったので、次の研究に進んでいきましょう。さっきはねロボットを作っているので、ここですね、ここまで進みました。なので工場系、工業系かな、これは次のところに進んでいきましょう。一旦時間止めちゃいます。どこを入れていくかだよな。まあ、CAD 系なのこれは。CAD で合ってる？そうだね。これにするか、もしくは、いやー、3D 製造機、これは今入ってんだね。ゴム工場を手に入れるか。これも、美味しいっちゃ美味しいよな。戦争になった時に、どうなのかっていう話ですよね。あとは、光学系。光学系がちょっといまいち魅力を感じてないんだよな。暗号を解読する必要が本当にどこまであるのかっていうのがピンときてないので、そのあたりも必要だよとかね、いやそれは後回しでいいよとかっていうのをご存知の方いれば教えてもらえればなと思うんですが、どうしようかな、悩むけど、ここは生産効率のアップグレードを図っていきましょうか。まずはね。で、また資源が不足してる。石油か。まあ、ここはサウジから調達していきましょう。まあ、以前からご覧いただいている方はご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、中国プレイですね、第二次世界大戦期の発売案を中国プレイでは、日本軍相手に師団の数で押すっていうね、数で押す戦略を行っていったら結果的に負けてしまいましたからね。今回の日本はまあ数で押すっていうプレイはもともとできないしづらい国ではあると思うんですけど、やっぱりこの研究枠の多さっていうのはね、十分な強みになるんじゃないかなと思うので、この研究枠をバリバリ使って最先端の技術力、戦力で押していければいいかなとは思ってます。今ちなみに生産のラインにコルベットって入ってんだっけ、ちょっとそこは見ときますか。ミサイル巡洋艦は入ってるよね。ちょっと上から見ていきます。駆逐艦が入ってるんだな。そうか、コルペットじゃなくて駆逐艦になってるんだね。ここはでもどうする、コルペットを作っていった方がいいんじゃないのって話になるよね。だ年に 1.5 隻しか作れないっていうのもちょっと微妙だよな。ちなみに海軍の造船場どうなってんだろう。ミサイル巡洋艦年に 2.56 か。これにコルペットを追加していくのがいいのかどうかっていうところですね。さらにこの後空母も作ろうとしてるわけでしょ。これ海軍の造船所が全然数が足りないな。ただあらかじめ生産のラインにはコルペットを乗せておきたいですね。なのでコルペットを入れておきましょう。
ね、まあ、鉄は割と余ってるので、まあ、問題はないでしょう。コルベットは造船所1個しか稼働させなくても年に 2.85 入るんだね。まあ、ただこの後空母を作るってなるとちょっとこれあれだな、ミサイル巡洋艦を消し去るしかないな、もしくはこの後の造船所の計画をちょっと考えておいた方がいいかもしれないですね。まあ、とりあえず九州に造船所を1個建造する計画を、建設かな、する計画は立てておきましょうか。とはいえね、沖縄の防衛も入れたいし、民需工場、軍需工場欲しいしって考えると、まあやっぱりこの沖縄の基地を作った後に造船所かな、順番で言うと。どっちがいいのかっていうセオリーはあるんだとは思うんですけどね。じゃあここは先へ先へと進めていきます。生産効率がアップすると、これ生産効率ってどこまで効いてくるのかな。今言ってた海軍の造船所にも効いてくるんであればすごい嬉しいけど、 2.85 は変わらないか。先にどっかで戦争がやっぱり起きてほしいんだよな。自分が一番最初に戦争を起こすっていうのはなんとなくゲーム上ではあるものの少し気が引けますよね。はい、では今回はねちょっと時間短めにはなるんですが、一旦ここで終わりにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますんで、また皆さんからねコメントとかいただければ、ぜひぜひできるだけコメントをいただいたアドバイスを取り入れてプレイしていきたいなというふうに思いますので、お気づきの点があればぜひぜひ、動画のコメント欄もしくは僕のツイッターの方まで、お寄せいただければ嬉しいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。